チューニングの歴史、いや車の歴史が今変わろうとしていた。たった2リッターにも満たない 1.3 と 1.6 リッターベースの FF マシンが300キロの壁に挑戦する。チューニングもここまで進化した。手軽な FF、 車両価格が安い FF だからこそ現実的なテストと言えよう。ファンの夢を乗せていざ。次に FF300 キロ決戦で来ました。向こうのが先に似てるね。僕はあのこのね、これはちょっとあのピカチュウに負けた、こっちに乗ります、ね、もうこれはかなり気合入ってるよ。しかしあのまああのこれオプション2のサイトっていうのね、これ一応あの FF の王者と豪語してるから、今回はやっぱりその FF のピカチュウのぜひ300キロ俺が出したいと言ってるから、 FF の04で今トップだと、最高速もトップになりたいと言ってるからね。そうです、その通りです。兄弟対決みたいなもんで、どっちが早いか親子じゃないですか、頑張りますからね。いつ行くか分かんねえんだからな。前回のテストではインテグラ用 DC2 エンジンを換装し、 K3T タービンを一気ボルトオン。エンジン本体はノーマルだった。今回はエンジンにカム、ピストン、コンロッドを組み込み、ギア比をリセッティング。再度300キロの壁に挑む。やった、 FF が300キロの壁を越えた。歴史的瞬間。北陸ピカチュウスターレットは運万円で購入した車両がベース。チューニングする前に各部を修復し、 4E エンジンを個室した 5E 仕様にした。 GT2835 タービンをオリジナルのエキマニに一気装備する。ボディはロールケージ以外はノーマル、外観もピカチュウ以外は普通。これで300キロは夢の世界。04も11秒前半を記録しているマシン。車両価格500万円、チューニングすると1000万円に限りなく近づく GTR に車両込み100万円以下で勝負する。300キロ超えれば文句なし。まさに FF に対する夢でもある。テストではオーバークールに泣き、今回はオーバーヒート。今は出てない。出てない、うん、あ、出てない。普通のオーバーヒートしてからパワー落ちていく一方だから、はい、これもう少しなんとか上がらないようにしてから行けば来ると思う、はい、残念です。ちょっと水温が295、水温がもうちょっと、もうその辺で振り切っちゃってるから、エンジンを冷やしてもう一回トライ。 FF チューンへこだわるマサもやる気十分。
タービンだと思うんですけど、あのいきなりここで最高速出してもらえたんだけど、この辺とかもあの辺でパワーダウンしちゃって、あとも出せって感じ。シビック特有の甲高い排気音、誰もいない裏の直線で突然途絶えた。ここにビデオオプションは故斉藤編集長に敬意を表し、個人の功績と栄誉を称えつつ、愛らしさを生かした特別追悼番組を企画し編集いたしました。庶民派編集長正斉藤は九州は福岡県生まれ。小さい頃より乗り物はもちろん好き、自転車を今でいうデコチャリ仕様にして近所を走り回るガキだった。長かった反抗期を過ぎると近くの国道でお気に入りの車が来るのをこの風景で待って不気味がられた。走りにはこだわり、ごまめを経験するのも早かった。車がベースの毎日でフリーという峠チームを仲間と結成。走りたいという欲求は峠で収まらずサーキットへ。今みたいに手軽なサンデーレースなんてものもなく、大借金を抱えて仕事は真面目。そんなマサを見て弟さんは兄の言うがままに AW11 を購入。当時の思い出を語る。ここがですね、僕が以前、そうですね、10年ぐらい前になりますかね、あの兄貴と一緒に、まあ、走った峠なんですよ。で、今となってはいい思い出になってるんですけど、まあ、僕もその頃は結構 MR2、まあ、AW11 の MR2 に乗って、峠毎週のように走ってたんですけど、その頃の兄貴ってやっぱ僕にとってはすごく峠走らせたら速いというイメージがありましたので、すごくここで練習して絶対兄貴に勝ってやろうと思ってかなり頑張って練習を積みましてですね、まあ1年か2年ぐらい経った頃に、たまたま兄貴とまた一緒にここに来ることがありまして、走ってみました。で、最初はまあ、僕はいつもここで練習をしてますんで、ホームコースとしてあの僕が1本目走りまして、結構あのベストタイムに近い、タイムが出せたんですけど、でこれだったらもう兄貴には負けないだろうと思って、じゃあ次兄貴に運転してもらって、もう1本走ったんですが、そしたら僕のベストタイムをあっさりと超えられてしまいまして、あ、やっぱ兄貴って結構すごいんだなと改めてその時感じました。弟さんはそう思っているが、兄は威厳を保つために夜な夜な AW11 を持ち出し峠へ、さらに勝手にレースにも。そして1990年に上京、何かを求めて自分の中で一つでいいから何か見つけたくなり九州を後にする。そして運命的な出会いが。わりかし悪ぶってるけど素直そうでいい目をしていたと当時のマサの印象を語る大。車以外に取り柄がない若者と車が人生そのものの親父、まさに運命的な出会い。2人で車の歴史を変えようと誓う。下手な言い訳をしない、迷ったらまず仕事、そんなマサをオプション本誌の臨場だったオプション2の編集長に大抜擢。と言っても当時編集スタッフは3人、選択肢は少なかった。単独車種に絞った特集主義に賛否両論だったが、結果的にこの GTR 本が空前の大ヒット作となり、オプション2の名を世に知らしめた。それから24時間オプション2と苦楽を共にする生活が始まった。吉村、
はい。てめえみてえな脳なしにゃあんなワープロ宝の持ち腐れだ。ああごめんなさい。編集業務は器用にこなすマサ。でも演技は子猫ちゃんのようだった。全く憎めないキャラの持ち主で何回も NG を連発し笑顔で対応。でもスタッフの笑顔は徐々に消えていった。当時の編集部はたった3人。毎日が綱渡り、生きていくのがやっと。でもマサはマイペース。当時の様子をこの時のライター吉村が語る。もう毎日が本当に何が起きるかわからないっていう日々が続いてました。で、そうですね、まあ、楽しかったこと山ほどあるんですけども、一番思い出深いのが、当時最初のうちは手書きで原稿書いてたんですけども、新しいもの好きな斉藤さんはワープロが欲しいって言い出して、でみんなでワープロ使うようになったばっかりの頃だったと思うんです。あー、ワープロって武器を入れたからよ、しっかり仕事しろよ。よし。社食屋に文字を入れるのもギリギリでいいからな。なんだってフロッピー入稿だからさ。大地さん、コーヒー飲みますか？あれ？これってどうなっちゃうんすか？どうなっちゃうんだよ。どうすんだよこの野郎。俺のせいっすか？あっちゃー、明日だよお前。すいません。どうですか？どうすんだよおい。ちょっとやばいっすよ。ワープロって消えちゃうのね。そりゃそうっしょ。飯行こう飯。え、もうやめよう。いいんですか？いや、それまずいっしょ。逃げよう逃げよう。いや、明日っちゃ消えよう。お前にあと任す。ちょっと斉藤さん。でもまあ確かに逃げるしかないなって本気で思ったんですけど、でも編集長自らが一番初めに逃げようって言い出した時にはちょっとみんなで慌てましたけど。諦めと逃げ足の早かったマサは謝ればなんとかなる主義だった。車もよくいじっていたが、よく修復不可能な状態にして周りを困らせ、よく謝っていた。12月の31日、まあ、つまり大晦日ですよね。その日に会社に行ってみると斉藤さんがやけにそわそわしてるんですよ。なんでだろうなと思ったら、突然席を立ち上がってノコギリを持って会社の外に行っちゃうわけです。今年も31日まで仕事しちゃいましたね。やべえ。え？行かなきゃ。どこへ？やんなきゃ。え？え、ちょっとどこ行くんすか？斉藤さん何するんですか？やっぱこの社交はいただけないよね。ほらグー入っちゃうもん。グー。これじゃお前正月乗り越えらんないよ俺。あああーじゃねえよ、切ってんだよ。今時っすか？当たり前だよ、この方法が一番手っ取り早いんだよ。いや車庫帳とか使った方がなあ。スプリングカットの基本は一巻き半だからな。一巻き半、はあ、覚えとけよ。はあ。な、指一本入んないだろこれ。つらい位置、これ正月しよう。それじゃ暴走族と変わんないんじゃないですか？違う、これ走り屋なんだから。つらい位置。もう原稿の中ではスプリングカットじゃなくてサスキットをちゃんと買おうとか、そんなことを真面目に書いてるくせして自分はスプリング切ってました。僕はもうはっきりと目撃しました。大晦日は2人の編集部員を巻き添えにしてスプリングカットで年越し。この時も修復不可能となった。まさに2級整備士ならぬ2級解体師。オプション2の編集長の職に就き、次々に企画を生み出していったマサ。今でこそ当たり前だが、当時はナンバー付きでレースなんてないに等しかった。はい、ついに今年の、オプション2カップがシリーズ始まってしまいました。今日のエントリーはなんと180台。すごいですね、180台も。まあどうしてこんなのが街の中走ってこれるんだっていうようなのがたくさん集まってますけど、マサ自身以前レースで多大な借金に苦しんだ経験から、自分の車で自走しローコストでというのがこの企画の発想の原点。
峠だけじゃなくサーキットを走り屋のスポットとして確立していったマサ。この頃から走れば当たる編集長と言われるようになった。参加者や読者と同じ立場に立って負担軽減のために簡単なレギュレーションを決め、安全確保には十分配慮した。でも本人は常に安全確保が苦手だった。以前レースで多大な借金に苦しんだということを周りの者はやっと理解した。よくわかんない、なんだかよくわかんない参りました。もう本当に、ね、ドライビングミスとかじゃないから余計に悔しかった。まあ運転手も悪いんですけどね、気がつかない運転手も。この企画の人口が増え、参加者や読者が定着してくると、耐久やらワンメイクやらと新しいサンデーレースのスタイルを次々に生み出していった。一般参加者の同じ立場を保つために乗っていたボロ8からマシンは読者や観客を楽しませる見せるマシンへと移行。この頃からマサは次のこだわりを模索するようになった。単に酒が好きだったわけでもなく、みんなと騒ぐのが好きだったマサ。六本木も好きだった。いくら仕事で疲れていても自分は浪費家と語り、毎日のようにネオン街に消えた。そして必ずこのセリフ、ポンギにさ、2人で行ってボトルはあるんだよ。それで1時間半とか2時間とかって請求書7万8000円とかね。ドッキリでも六本木を語っていた。クラブで出る運万円のジンロは酒屋で売っている数百円のジンロとは違うものだと信じて疑わなかった。サンデーレースの次、そうマサの次なる新ジャンル開拓は FF へのこだわり。編集長、今日ちょっといつもと格好が違うんですけど、どうしたんですか？今日は、普通はこれはサーキットの格好なんですけどね、この矢田部の周回路を使って1600とか1800なんかの最高速をやってみようかなと思ってます。誰がですか？僕。え？最高速やらないと思ってたでしょ。実は初めてやるんですよ。え？ちょっとドキドキ。大ちゃんみたいに300キロオーバーなんてとてもじゃないけど。一応乗るのは僕と大ちゃんが来るんですが、まだ来ないんで、来るのかな？来るよね。車の大半が FF。 読者の大多数も同じということにいち早く注目し、まさに自分たちのお手軽な足である FF チューニングの先陣を切って特集した。いかがでしょうか、80。やっぱりこのクラスでもほらターボのやつっていうのはどのくらいスピード出るか分かんないからね、だからそこら辺がちょっと心配だけどね。タイヤが結構みんな普通の Z ルとか VR とか使ってないから、だから変にスピード出ちゃうとね、またタイヤがバーッとするかなという、そういう心配があるけども、まあスピードに250とかね60出る車だったら、まあ1周にしとかないとまずいな。2周もやっちゃうとバーッとする可能性あるから、このくらいだったら僕も安心かなっていう誰も手掛けない企画、雑誌自体に勢いがなければできない企画を反対派を押し切り、ものにすることに快感を覚えていったマサ。今何台目ですか？何台乗った今？5台、4台くらい乗らなかった。あと4台、うん、4台。あと14台あるんですけど。大ちゃんには負けない。スピードは負けるけど。ちょっと自信つきました？最初から自信ある。そう。FF 中、多くの否定派がいるからこそやる意義がある。この頃より FF チューニングが飛躍的な進化を遂げた。テストは全部終わりました。どうですか？いや、なんか結構壊れたから、やっぱりこれからかなっていう感じですよね。ストリートに参考にできるテスト、またぜひやりたいと思います。なんか新しい分野じゃないかなっていう気がしてきたな、チューニングの。やっぱりその最高速とか、その全開走行なんかしてないから、やっぱり作り方がそれ悪いというんじゃないけども、その全開でのその負荷でのテストなんかできないからね、これって結構いくんじゃないかなと心配してたけど、やっぱそうなったね。でもそういうのも考えていかなきゃいけないんじゃないんですかね。やっぱりチューニングだからね、やっぱり、サーキットとか峠だけじゃないんだし、で210、20なんていうのは普通高速道路でみんな出しちゃうスピードですよね、それで壊れちゃうっていうのはちょっとまだまだかなっていう、だからそれにチューニングしっぱなしで、完璧にその作った後のテストとかなんかはしないっていうのが俺は基本的にあると思うんだよね。そうですね、まあ、気楽にやれるし、気楽なけど、その作り方も気楽に作っちゃうと、
まあ、あのショップが悪いとかそういうことじゃなくて、やっぱりみんなもそんな考えだから、こうボイズレーサーっていうのはね、うん、それで結構あの今の車は壊れないとか思ってるから、うん、それでやっぱり特にモルトのタボなんかくっつけた場合は俺心配なんだってことはやっぱりこの結果出るんだけども、うん、やっぱり耐久性がやっぱあのクラスで一番大事だから、大体みんなあのこのクラスってのはみんなお金持ってない子が多いからね、やっぱりねチューニングもねやっぱりパンと耐久性を出してね、チューニングするのが基本だと思うんだよね、うん、やっぱそこそこパワーも上げたいけども、やっぱりその壊れちゃうやっぱりまた嫌になっちゃうからチューニングが、あとはあの NA なんかもね、やっぱりフルチューンなんかしていくとやっぱり NA の場合もほらエンジンいっちゃうじゃん、はいはい、やっぱりね、そこでもやっぱりちゃんとしていかないと、まあいろいろこれからのそういった車の作り方みたいなものがちょっとは分かってきたっていう感じだったね。やる意義はありましたね。謎だらけだった後任にも積極的に取り組み、自分の足であるミラージュの後任も自ら挑戦。単に安い全力駆動車しかレースマシンとして買えなかったという説もあるね。そしてマサの FF に対する夢はより大きく膨らんでいった。FF はアメリカが熱いという情報をキャッチし、97年に渡米。そこでマサが見たものは FF ドラッグを楽しむ陽気な日系アメリカ人。翌年アメリカの FF ドラッグに挑戦すべく再度渡米。タイムはいくつ、ベストタイムは？ベストタイム、yeah. 10.53 at 140 mile an hour。 ゴーさん、僕がナンバーワン。なんかそんな速い車に見えないよね。日本語わかる？わからない。この時マサは抱いていた一つの確かなものが大きく膨れ上がるのを感じた。 FF の王座も確信し、 FF 中に火をつけると自分に活を入れた。オプション2の雑誌でその FF をもっともっと増やそうと、でそういう取り組み方をやってたっていうから、それだったら逆にマササイトに載っけた方が記事的にも面白いし、で、まあ、何もかも僕が乗るよりもやっぱり彼みたいな人が乗ってもっと FF を生やしてくれた方がいいんじゃないのっていう、そういうきっかけからマササイトにじゃあ電話すればっていう感じで始まったんですよね。一ドラッガーとして川崎と同じ道に突き進み出したのが故郷に近いここだ。緊張してるでしょ。口数が少なくて、口数少ないもん。緊張しますよ。だってそれは手取り足取りの師弟関係の始まりだった。タイムはマシン性能の半分も引き出していないことを語るが、緊張の糸が切れたごとくマサはフルスロットルで駆け抜けた。バザーイ。いや、やりました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。9秒台を目指しているのに 400m 走れたことだけで喜ぶマサ、川崎呆れ顔。まだタイムが9秒台出たわけじゃねえんだからさ、とりあえずはまっすぐ走ったってことで、そんなに大喜びしてもしょうがない。まだ先は長いんだから。すごいじゃんこいつっていう気持ちはありましたね。でも必ずうまくシフトアップできたり何したってしても、スクランブルのその忘れたり、ね、バックに入れられなかったり、まあそういうのは完璧にこうついてきてましたけどね。あいつのまともっていうのがなかったから基本的に、はい、今日こそは9秒いきますよ僕は。てっちゃん待っててね。誰も期待してないから。あ、もう押すの忘れてる。ちゃんと見てんだよ。頑張れニコちゃん、宣伝してるファンも多いんじゃないでしょうか。ただいま右のレーンを、もうシュータップ忘れてる。でしょ、今の絶対忘れてるでしょ。あ、もう一回行ってみようかな。じゃあローから、タイムの方は15秒323です。そしてスターティングフィットを取り込まされます。おー、オッケー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 。下からローが A8 ローターロー。オッケーオッケー。でもね、下見ないから運転中は、前見て運転するからね。この車で9秒出したっていうのは事実のことだし、で今まだ彼しか出してないわけだし、僕も出してないわけだし、であの FF の車に対するその思い入れっていうのはすごかったんじゃないですかね。そして仙台ドラッグウェイ。
わずか半年前、マシンの操縦もままならなかったマサが世界の壁を突き破ることになった。前人未到の走りがここにあった。タイムは9秒886。もちろん最後までミスはあったが、新たな FF の王者が誕生した。で、万歳の前に俺の背中を叩いたんですよ。で、普通だったら冗談で叩くじゃないですか。めちゃめちゃ痛かったんですよ。で、ムッときたんですけど、でもこれはまあな、まあ嬉しいことだからなって、多分ね、あいつはね、その今までの蓄積で、あの川崎この野郎っていうのをね、俺のね、お尻と背中にね、ぶつけたんじゃないかと思いますよ。出たよ、出た。おめでとう。本当に9秒89かな。すごくない？よかった、本当よかった。やったやった、出たー。世界飛ばない。公認レースには出られなかったけども、だけども、まあ僕としては残念だなと思うし、で、彼がよく言ってたのは、川崎さん、俺本当に幸せですよ、何がよとかって言うと、だって俺本当にオプション2の編集長になってよかったと。オプション2の編集長になれなかったら、Hケースのセリカなんか乗れなかっただろう。僕も昔はマサ斎藤みたいな立場だったんだな。だからマサ斎藤を見てて、自分が90年ぐらいに Hケースに入った時のその気持ち、その頃だからマサ斎藤見てて、自分のその分身じゃないけども、90年に入った時のなんか僕の姿を見てるようだったですね。だからはっきり言って怒れなかったですよね。だからやつを1年間見ててやっぱり、ああ俺も昔はこうだったんだから、俺もやっぱりまた初心に帰ってやるべきなんだなっていう気持ちにはよくさせられました。はい。もう身辺整理は終わりました。死ぬ気で頑張ります。と矢戸部を走る前はよく冗談で言っていたこの言葉、この後信じたくない事実、認めたくない出来事が起きた。今回、まあ、兄貴は残念ながら亡くなってしまいましたけど、まあ、東京でのお葬式の時にも本当にたくさんの方に、まあ、故人を偲んでお見えいただいて、まあ、最後のお別れに来ていただきましたけど、本当に人間死んじゃったらですね、別にそれまでの財産とか地位とかそういったものじゃなくって、本当にこう人の思いっていうんですか、人とのつながり、そういったものの方がよっぽど価値があるんじゃないかなと思って、そういった意味で見ると兄貴は東京でそのオプションの仕事をしててすごく充実してただろうなって思います。で、兄貴はまあたまたまオプション2の編集長という肩書きをいただいてましたけど、まあ、全然そんな立派な人間ではないと思います。ただすごく好きなことを、好きな仕事で、打ち込んで一生懸命思いっきり仕事を楽しんで生きてたんじゃないかなと思います。だから全然本人も悔いは残ってないと思うし、本当に仕事してる間は幸せだったかなと思ってます。編集長として世に送り出したオプション2は実売で3000万部以上、それだけ読者に夢を与えた。オプション2の松田斎藤がね、亡くなっちゃいました。ここが一応現場です。まあ、しかし、まあ、僕たちはね、いつも走るところ走るときは何が起こるか分からないと思って走ってるから、ただもう本当に斎藤の冥福をね、読者の皆さんも祈ってください。もうそれだけしか何にも言えない。それで斎藤がね、ずっとその FF にこだわってたからね、自分は FF の王者と、そしてやっぱりその04だって最高速だってね、やりたいと、基本的にはね。そしてついこの間04のドラッグでもね、9秒56か出したばっかしなんだよね。これはもう
日本記録じゃなくて世界記録だと FF でねこんな出したのがあって威張ってたわけよ。もうねギネスブックのものだとか言ってね喜んでね、それでそのうちにするまあ最高速もねちょっと俺も記録作りたいなみたいなことは言ってたよね。だからそういうこともあってまあ FF300 台ぐらいしか出ないから出てもね、だからそれで斎藤も、まあ、最高速もちょっと乗ってたんだけども、その時もやっぱり実際はね俺が最初に乗って300で出したのね、そして次斎藤だったわけね。それはね基本的には順番が違うだけで、先に斎藤が乗ってたら斎藤がそれで記録出してるわけだよ。だから俺はやっぱり斎藤って結構ねレースでもね記録でもねこだわる男でね、何でも一番が好きでね、だからその記録は俺はもう斎藤に捧げるね。だから斎藤はね04も最高速も記録保持者レコードホルダーだとね、これくらいしかもう俺はもうなんかねやってられないから、斎藤は FF の王者だ。Thank you.